はい、おはようございます。はい、おはようございます。久しぶりに車からお届けしてます。はい、あるものを注文したんですね。3年半かかってようやくそれが出来上がってきたということで、ついにそれを今日受け取る日に、で何を受け取りに行くか、ヒントはこの服ですねこの濃いダークグリーンというかカーキとこのちょっとベージュっぽいショートパンツと、うん、もうこれを見ればほとんどの人は分かると思いますけどそしてこのベージュの帽子は、はい、なんと、まあ、以前にもちょっと紹介したことがありますけど、うん、エルメスですね。H、エルメスの帽子なんですね。だからカーキとベージュといえば、まあ、今巷で流行り始めているというオリベですね。流行ってない。あんまり流行ってない。これから流行ると思いますが、オリベ焼きをモチーフにしたエルメスコラボレーションのロールスロイス、名付けてファントムオリベという名前をいただきましたけれども、これの今から納車式がございまして、そこに今から出かけていきます。楽しみです。楽しみです。ちょっと今日気分が上がってます。はい、まだ朝の9時半ですか。うん、おはようでやんす。オリベでやんす。最近思いました。おはよう。すげえ人。なんで？すごいね。はい、なんなんここは、はい、本さんがお客さんのスーパーカーとかを預かって保管したり整備してる場所みたいな。ありがとうございます。まだ情報量多すぎて追いついてない、うん、セールスマネージャーやらせていただきます原と申します。はい、この度はありがとうございます。こちらこそ。はい、こちらこそ。おはようです。いただきました。はい、思ったより大事でしたね。大事だよなんだこれ。それでは、ファントムオリベをお披露目したいと思います。どうぞ。すげえ。やば。ここで YouTube に初登場の2人を紹介したいと思います。僕のあのドライバーを務めてくださってるお二人なんですけれども、左から皆さんから向かって菅野さん、はい、よろしくお願いします。高根さん、高根です、よろしくお願いします。2人に実は僕はサプライズがありました。高根さん、菅野さん、いいですか。こちらをちょっと、はい、ここをちょっとよく見てもらっていいですか。おー、すごい。わお、ではすごくない。え、もう2人以外運転できないってことですね普通はね、ここにオーナーの名前を入れるわけ。だからそういうのもちょっとかっこよくないなと思って、まあ、どうせこれ乗ってくださるのはね、運転してくださるのはあの高根さん、菅野さんなんで、はあ、ありがとうございます。感想ください。いや、もう本当にあの嬉しいです。いや、本当ありがとうございます。嬉しいです。YouTube 出ちゃって大丈夫なんですか？セキュリティ上大丈夫なんですかね。はい、ということで、ついにファントムオリベ、ロールスロイスのファントムオリベが納車になりました。改めて、ありがとうございます。ありがとうございます。今からちょっと、2人は車専門のチームのメンバーです。改めて、横溝直樹と山健なんですけれども、はい、2人からこの細部にわたってね、どういうところにこだわり持って作ってくださったか、ちょっと説明していきたいと思うので、はい、早速、はい、今回のファントムオリベなんですけど、まずロールスロイスとエルメスがコラボしたっていうのはこれは初めてなんです。初めて。でなかなかやっぱりお互いのプライドとかこだわりがあって、その最初はこうコラボレーションなかなか難しかったんですけど、うん、MG のやっぱりこだわりをみんなが、うん、これは夢があるっていうことで叶えてもらったプロジェクトになります。まずこだわりは何といってもこのエクステリアのこの色ですよね。 MC がこだわってこの緑決めるにも相当かかりますよね。サンプルも相当数見て色だけで1年半ぐらいかかりましたね。はい、うん、
結果なんか本当なんつうの、優しくて可愛らしくて、うん、かつ優雅というかさ、うん、はい、いいよ、本当いいようですね。それでそれで、はい、コーチラインの話じゃない、うん、サッポレクター、そうそう、はい、そうですね、これはロールスロイスが職人が手書きで山木ごめん後ろの刈り上げしか映ってない今日のロールスロイスのラインは職人が手書きで筆で書いてるっていうことで、まあ、この土地中のベージュで一本ガーッと書いたと思います。ロールスロイス豆知識、はい、いいね。このホイールキャップっていうのと、うん、このロゴ今真上向いてるじゃん、ロールスロイスで RR、うん、はい、これ走ったら普通さこれくるくる一緒になって回っちゃうと思うでしょ、うん、けどロールスロイスはこれキープするの、どういう仕組みになってるか知らないけど、多分特許とかなんだろうけど、走ってもこのロゴがずっとこの生態というか、はい、上向いたまま、キープされる特徴をロールスロイスのホイールは持ってます。へえ、すごい。はい、続けて内装をご紹介していきましょうかね、はい、ロールスロイスはなんとこっち側が開くんですね、こうやって観音開きね、うん、はい、うわー、まずね、香り、うん、なんとも言えない、この何、和風な香りします、ね、和風な香りするね、うん、確かに、うん、まさにこの座っているシートがエルメスの革が一番使われている、うん、これ自体の革がエルメス社提供の革です、うん、でこういうスティッチワークもね全部エルメスが一緒にやってやってるわけで、このエルメスの革自体もエルメス社と結構時間をかけて色の調整をして、うん、まあ、一から作った革、染めた革、うん、あとこれなんだっけ、エルメスのなんとかキャンバスっていう有名なエルメスファンの皆さんでおなじみのやつがこういうところとか、また天井ね、ルーフのところに、あ、本当だ、ふんだんに使われたことある、本当にすごいね。このキャンバスが車で使われたのはこの車が初めてってことです、はい、エルメスも他のメーカーとコラボしてますけど、うん、これは初めてらしいですね。いやらしさがないね、うん、そう思ってるの俺だけじゃない、いや、これは上品だと思います、ね、いいですね、上品、はい、居心地がね、いいね、ちゃん、うん、ずっと痛くなる、うん、仕事行けないね、これこういうとこ開けるとね、こう冷蔵庫みたいなのがあって、うん、で、これ開けるとこう、シャンパンがこうこんなって、シャンパンが、ね、クリュックがお祝いで入れてくださってると思うね、グラスと、ね、横にシャンパングラスがちゃんとあって、これでこう、舐めるようになってますです。この辺はちょっといやらしい あとロールスロイスといえばね、まあ、雨が降ってたとしましょう、はい、まあ、まず使うことはないんだけど、ここに専用の傘がこうですね、で、ここを触れば、うん、さよなら、ありがとうございましたここのデザインなんですけど、ここはもうエルメスで有名なデザインを踏襲したデザインになってます。で、これもあのエルメスの方からこのモデルをお勧めされて、いくつかあったんですけど、このそうですね、馬のデザインが入ってます。これも、初めての試みということで、うん、エルメスが自信を持ってデザインしたところになりますね。バグメーカーからスタートしてるエルメスっていうのと、馬車としてスタートしたロールスロイスのコラボ、うん、コラボだよね。ここがまさにこう、うん、2社のこのね歴史を映し出しているという感じですかね。この車、あのエルメスとコラボしてるのに、どこにもエルメスの文字をすごい見やすいところにはなくて、はい、唯一エルメスの文字があるのがこのグローブボックスの中、そこにだけしか書いてない、うん、ここだけ、ここだけ、控えめ、エルメスより高野感度のが目立ってる高野感度間違いない。おお、綺麗ですね、うん、ここはエルメスじゃないですよね、さすがに断熱材、断熱材、ここにエンジンスペックとして入るんですよ、 6.75 リッター V12 気筒、まあ、車で一番最高の方と言われてるのは V12 気筒ですね、うんうん、で、570馬力、571馬力ですね、うん、馬571頭分にの馬力が出ると、そうですね、はい、V12 気筒ってものすごい大型のエンジンなんですけど、パワーもあって
ロールスロイスまで一切音もしなくて揺れないっていう、うん、それがすごいところですね、うんうんうん、ロールスロイス独特の乗り味の良さがあります、うん、目がまたかっこいいね。こいつをね、やっぱこの車見かけたらこれぐらい持って帰りたいじゃん。うんうん。持って帰る。そういう人多いよ。盗みたい。まあ盗むって言うと言葉悪いけど、まあ、こんぐらいいいかなと思ってこうやって持ち帰ろうとすると、おお。これはびっくり。っていうこのセキュリティ機能。引っ込んじゃうんですね。なので皆さんこれだけはどうか持ち帰らないようによろしくお願いします。これがファントムオリベのキーになりますけど、なんとちょっと毛深い。ここの話じゃなくてこっちの話です。はい、なんと裏側にもこのエルメスの革が使われてるっていう。レザーが貼ってんのね、はい、素晴らしい。結構キー好きな方たちいると思うんで、うん、これはこのこだわりがすごいですね。続いてトランクの中を紹介したいんですが、はい、ここにウッドがね、ふんだんに使用されてて、うん、で聞いたところによるとこういうあたりは普段はレザーとか貼らないみたいなんですけど、うん、今回なんか全そうトランク全レザー、全レザー。やばで、これね、これ何のために使うか分かりますかね。ね、また贅沢なんだけど、こうして、ここに腰掛けたり、または何かこう物を出し入れするときに、はい、ゴルフバッグね、ボディを傷つけないように。しかしこの生地ですよね、使われてる生地、上もいるんです。このパワーも、うん、これでゴルフ行くんですか。いや、ゴルフバッグ入れたくない。傷ついちゃうよ、うん。あれ、これちなみに金額聞いてないんですけど、金額そういうことじゃない。そういうことじゃない。そういうことじゃない。相場が分かるものは言うけど、今回の場合も1台しかないし、そのエルメス社とロールスロイス社初だから、そんな金額とかの問題じゃないんだけど、まあ大体3億ぐらい。言っちゃった。言っちゃった。言っちゃった。ファントムだけだったら8000万ぐらいで買えるんですけど、本当に多くの職人さんが動いていい仕事してくださったんで、うん、そのぐらいの価値はあってしかるべきだと思います、うん、喜んで支払います。さよなら。はい、ということで、すでにロールスロイスファントムオリベの中に乗ってます。今もう走ってんのか走ってないのかわかんないぐらい、うん、わーすごい、全く体に振動を感じない。でふわーっとこう空飛ぶ絨毯に乗って浮いて路面をこう低く走ってるような、そんな感触です。そしてまたこういろんな肌に触れる部分すべてがエルメス社のレザーだったり、うん、こういうキャンバスだったりで、なんかこうぬくもりとエレガントさと、こうものすごいこう感じられる居心地の良さ、うん、でもこの椅子っていうかクッションもすごいなんか、うん、くつろげる。カーテンもついててこう、はい、しっかりこう閉まるようになってます。ただちょっと今思ったのは、このカーテンはもう純正の普通の最初からついてるやつなんだけど、この色もなんかちょっと変えたいかも。変えたい、うん、ここだけはちょっと気づかなかったけど、うん、さっきは少しこれはロールスロイス社と相談して変えれるかどうか、うん、色が選べるかどうか聞いてみます、うん、見て見て、あとさ、ここでここの椅子のね、これを押すとテーブルとテレビがこの辺でできてる。すごいね。高田さん、高田さん、めちゃくちゃ運転しやすいですね。しやすい。はい。パワーある。パワーもあるし、止まるのも走り出すのも楽です。すごい滑らかです。
はい、ということで一通りアントノーリベのね、はい、説明をしてもらいましたけど、どうですか改めて。いや本当に色がいい、色がいい、すで、うん、にもう世界からこの同じ色で作りたいっていう人が続出してるみたいです。へえ、それはどうする。それは一応断ってます。あ、じゃあ世界に1台だけにする同じ色はどうか使わないでくださいってお願いして。どうですか。いや僕もあのこのグリーンがすごいいいなと思っていて、で今回あのこれが MG オリベグリーンっていう名前がついてるね、はい、つきました、うん。でやっぱりこのこだわり抜いたこの内装外装がこう出来上がってきたこの一つのクラフトマンシップってやっぱ素晴らしいなと思いましたね、うんうん。ということで、まあ、改めてロールスロイスモーターズジャパンの皆様にも御礼申し上げたいのと、エルメス社の皆さんにも御礼申し上げたいと思います。本当に素敵なコラボレーションでこんなすごい素晴らしいものを作っていただき改めてありがとうございます。これからもいろんな車買っていくんだよね、きっとね。これからも納車予定も続いていくしね。まあ、毎回新しい車が来るたびに、うん、2人の説明とともに、うん、新車紹介は引き続きこのチャンネルでやっていきたいと思いますので、車好きの皆様はチャンネル登録といいね、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、以上現場からお届けしました。ありがとうございます。ハマってる。どういう、こういう感じですか。わあ、すごくいいですね。すごくいいですね。いや、そんな真面目にやるんですか。いや、この真面目さが素晴らしい。